寒さを乗り切るために毎日ホッカイロ貼ってるよって方も多いんじゃないでしょうか。ちなみにあなたは普段どの部分にホッカイロを貼ってますでしょうか。気になるお腹や背中、腰、なんとなく貼ってるんではないでしょうか。人によって貼る部分が異なるとも思いますが、実は貼る場所によって効果が異なるというのを知ってましたでしょうか。貼る場所によって冷え改善や風邪の予防、お腹の冷え解消に効果があるんです。そこで今回は目的別温め回路術に加えて、回路なしでも体がポッカポカになる目的別エクササイズを紹介していきます。回路を貼るおすすめの位置は大きく分けて3つ。風邪の予防や早く治したいという方は、ホッカイロを背中に貼ってください。肩甲骨と肩甲骨の間。そこにカイロを貼ることで、凝り固まってしまっている肩や僧帽筋が温まり、体が全身ポカポカになります。二つ目、体を芯から温めたいよって方は、名門というツボがある腰、ここにピタッと貼ることで芯から温まります。そして三つ目、お腹が冷えてしまうよ。お腹が冷えてしまうと胃腸が弱る原因になったり、脂肪がつきやすくなったり、できれば冷やしたくないですよね。貼るべき部位はおへそから3本4本下のところにピタッと貼ることで胃腸が温まり、お腹の冷えが解消できます。次にエクササイズです。スマホを持って座ってください。はじめに紹介した背中、そこをしっかり動かすことで年中冷えにくい体が作れます。手を前に伸ばして斜め上に引き上げます。30秒いきましょう。スタート。斜め上に胸を張る感じで肩甲骨を動かしていきましょう。少し肩がだるくなるかもしれませんが、30秒で終わりますから頑張って。はい、 OK。 次にうつ伏せです。腰の名門のツボを動かしていきます。腰の筋肉を動かすことで全身が温まります。肩の下に肘をつきます。このまま上体を反らしていきます。いきましょう。スタート。できれば自分の腰の筋肉で体を持ち上げましょう。難しい人は少し手を添えて腰の筋肉を使っていきましょう。はい、 OK。 ラストはおへそから4本下にある丹田のツボです。ここをしっかり動かしていくことでお腹が冷えにくくなります。体を起こした状態で足を伸ばしてゆっくり下げたら戻します。大きく動きましょう。起きとくの辛い人は寝てもいいです。いきます。スタート。つま先は少し開いた方が足の力が抜けてお腹を使えます。しっかりおへそ下を動かしていきましょう。はい、 OK です。お疲れ様でした。今回は目的別回路を貼る場所というのと、回路なしで年中体が冷えにくい状態を作るメニューでした。勉強だったよ、頑張ったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。